ンちゃん、今日ね、会津若松にある香味屋さん、豚骨ラーメンで有名なとこ。ほら、会津って豚骨ラーメンってあんまりないやろ。なーい。珍しいからちょっと今日来てみました。お腹すいた、うん、じゃあ入ってみましょう。はーい、豚骨楽しみ。うん、じゃあな。まあ、あの最近豚骨って食っとらんからな。食べてない。うん、まあ横浜時はほらよく家系は豚骨やろ。食べた、うん、あれはよく行ったけどな。行きました。まずな、メニューはな、ラーメンやろ。味玉ラーメン、チャーシュー麺、ラーメン全部のせ、そして担々麺、つけ麺、あーハーフラーメンってのもあるな。ハーフはいいね。あ、いいな、うん、であとネギラーメン。ネギラーメン、うん、な、うん、でトッピングはな、爆弾、温野菜、海苔7枚、味玉、ほうれん草、チャーシュー、千切りネギで、まああと鬼油ってのもあるな。鬼油は知らんかった、うん。まあお店はあの、うん、結構最近できたばっかりで綺麗で、うん、なあ、まあ斬新やな、うん。なんか麺も2種類選べるらしいね。ストレートと縮め冷麺。縮め冷麺、縮め冷麺か、縮れ麺やろ。縮れ麺、縮れ麺。ポンちゃん担々麺やな。担々麺、うん、これ担々麺にこれ担々麺好き。ごまをこう引いてな、うん、ごますりごますりごまごますりするやろ。この頃ポンちゃんはするよりもごま練りが多くなってきた。あー、練りごまな。はい、うん、ごま練りか。これ山椒や。山椒も一緒に入れてちょっとすっと、また山椒の辛みが、うん、ほら来たでポンちゃん、うん、んこれな、わてが頼んだあの、うん、豚骨ラーメン。あー、卵が美味しそうね。うん、味玉乗ってる味玉ラーメンってやつやな。味玉ラーメン、あー、どうやな。あ、そう、久しぶりの豚骨やからな、うん、うん、そう、ワクワクするで。うん、うん、これポンちゃん頼んだ担々麺。お、そうや、担々麺。担々麺はどうやろうな、これな。まあ担々麺らしい感じしとるけどな、うん、なかなか色彩豊かやね。まあ、まずこのごまをのせる。きれいね、うん、ごまのせる、うん、な、さっき引いた山椒は入れんかったのか。山椒も一緒にごまとスリスリした。あ、ちょっと入れたんだな、うん、そしたらちょっとピリッとくるやろ。きた。じゃあいただいてみましょう。食べた。はい、うん、一口目どうや。うん、まあまあや。うんうん、あー、とんかつやな。うん、豚骨久しぶりね。なんかな、ここの店主さんっていうのは、うん、若い頃は東京でトラックの運ちゃんしてたらしい。ほんでな、高井戸に江戸市っていう、うん、やっぱり豚骨屋さんのラーメンがあってな、うん、そこでたまたまポイッと入って食べたら、うん、えらい感動したらしいんだよ、うん、ね、その感動して、その時にもう将来俺はラーメン屋になるんやってこう決めたらしくて、帰りに寸胴を借りて、寸胴、寸胴ってあのラーメンとかスープを煮るやつやな。んスープを煮るでっかい鍋、寸胴って言う。寸胴って言う。くびれてないんだ。寸胴なの。はぁ、あ、うん。それを買って。くびれてない。それを買って帰った。寸胴買って。帰ったっていうぐらいな。ああ、鍋ね。帰ったっていうぐらいな。くびれてない。それでもう、それからはもう、あの家系っていうかな、その豚骨ラーメンをなこういろいろ研究したみたいで、若松に帰ってきてで豚骨ラーメン開くって話になって、まあな、今に至ってるし。でまだ新しいお店なの。ちょっとニンニク投入してみる。ニンニクね、うん、ニンニク、ニンニク入れるとな、ニンニク、さらにこれちょっとあれに煮るな。生ニンニクがいいのよね。あれってだってさ、あれってさ、豚骨の吉村さんでしょ。そうそうそう、家系、うん、わてらは横浜からやから、まあ家系ラーメンが豚骨、丼の周りに海苔がドーッとなってるやつね。そうそう、そんなイメージやろ、うん、あの吉村屋っていうのは、まあ家系の元祖って言われて、みのるさんっていう人がな、うん、やっててな、うん、まあ磯子にお店あった時はまあ激しかったね。あ、そこは言わんといた方がええんちゃう。そっか、あんまり言ったらあかんな、うん、まあそういうことで厳しい人やったよ。でもね、まあ厳しい人やった、うん、味に厳しかったやろな、うん、それにプロや。あの磯子の吉村屋さん行った時にね、うん、片麺、それから普通麺、柔らか麺、それで
スープが濃いだの薄いだのなんとかなのって、もう一つのラーメンに8種類ぐらいの注文するんや。そうや。それを覚えられない店員さんはちょっと叱られとったな。だから、まあ、さっきも言ったけどな、この香味屋さんも麺の硬さとか、あと味の濃さ薄さで油の量と、うん、でネギの量や。そうそう、それをな全部な、何種類かチョイスできるようになって、うん、ここも麺もね、うん、なんかほら豚骨だとね、うん、ストレートの私好きなのはね細麺やけど、うん、ここの麺はちょっと太いね、うん、そうそう、麺太い、ちょい太で、うん、縮れ麺とストレート麺があるけど、うん、あの九州の博多の豚骨ラーメンなんかはみんなストレート麺やな。ストレートで細いんよ。だから横浜の家系は、まあ、ちょっと中太、うん、中太でやっぱり少しストレート、縮れてるのもある。やや縮れ、まあ、でも豚骨に絡むやったら縮れててもいいね。どっちかというとだからなんかこうやって食べてみると、うん、なんか家系って感じするね。しちゃうんだけどなんか似てる、うん、ね、まあそこはな、うん、まあそこはいろいろこう店員さんが研究してやろう、うん、な、家売れてるうまいラーメンかな、うん、それでここにたどり着いたっていう、うん、そういう話や、うん、会津の人のね、うん、そう、会津、まあ北方の人は武士系やからね、うん、武士系やな、うん、武士と鶏ガラが基本だけど、ね、まあ豚骨も使っとるで、うん、まあ、背脂も入っとるな、うん、背脂入っとるね、たまにね、まあ、うん、そういうことでな、うん、なかなかまあ、うん、豚骨やな、なかなか豚骨ね、うん、学生さんのサービスもあるらしくて、学生さん来るとご飯サービスとか、うん、中盛りサービスとか、それは嬉しいね、あるらしいよ、うん、いっぱい食べたいから、学生さんはな、うん、大盛りダブルで行くからな、うん、お小遣いの範囲内で大盛り食べられると超嬉しいね。お、完食です。いや、香味屋さんね、久しぶりの豚骨いただきました、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。